ハザップ制度化にまつわる Q&A の、飲食 RP 編を解説させていただきます。本日用意しております、課題、クエスチョンが35個あります。まず、その前に、ハザップ制度化の話をします。皆さんご存知の通りで、ハザップというものが、食塩性法の改正によって制度化になっています。2種類あって、ハザップの考え方を取り入れた衛生管理というものと、ハザップに沿った、つまりハザップというものに基づいた衛生管理、2つに分かれていますけれども、飲食店、小規模営業者が取り組むレベルのところは、ハザップの考え方を取り入れた衛生管理になります。この制度化に発足にあたって、さまざまな手引き書が各業界から出されています。その内容を読むと、手順書の解説を読んで、ひら型を、利用して、そして記録様式を利用して、作りましょうとなっています。その手順書をもとに、なぜ必要かとか、いつどのように管理をするか、問題があったときはどのように内容を考えるか、いろんなさまざまな事業所の実態に応じて、具体的に内容を決めてくださいという内容になっています。ですけど、マニュアルも手順書も記録も、何もない。手順書をそのまま使っていいですかという疑問が起きますけども、実際は手順書や記録っていうのは要求をされるんですけれども、皆さんが手順書を作ることや記録を作ることに視点がいっているように感じます。で、文書整理することっていうことが、実はハザップじゃないかと勘違いされていると思いますけど、実はそれは違います。まずは皆さんが、食品の安全、食の安全を確保するためにルールを作らないといけません。実現できるルール。そして今あるルールが妥当であるか、妥当であるかを考えて、でそれを文字やしたものが実際の手順であり、記録に変わっていきます。よくある質問、よくあるかないかというとで、こういうクエスチョンがあるであろうということを想定して考えています。まず1番目、クエスチョン1。事故を継続していても、させるというものが必要ですか？回答としては必要です。今まで問題がなかったということに対して、実は理由根拠はありません。過去の自衛食中毒事故でもありますけれども、事故は突然やってきます。今まで問題なかった、それがたまたま偶然が重なったり、連鎖したものであって、問題が起こったとき、必ず原因があります。原因を初めから排除していく、それが予防ですから、何々が何々だから事故は発生しないんだ、というような裏付けを持って物を作る、処理していくということが、これからの時代、皆さんにとって必要なことになってきます。クエスチョン2、ハザップを行うのに設備投資が必要ですか？回答としては必要はありません。絶対必要ということではなくて、ハザップは建物や設備のハード面を言っているのではなくて、ルールとその遵守、ルールを作って守るという考え方をハザップとして言われています。ただし、もちろん
食品に影響を与える、そういう部分にお対処が必要です。だからソフトとハードを組み合わせたり、ソフトで拭えない、ハードで拭えない場面にはソフトに対応して工夫して対応するということが必要になってきます。例えば古い建物だから無理じゃないんだと、ないんじゃないかと言われますけども、そこにどんな問題が隠れているか、問題が発生するかというところをはっきりさせて、補修が必要であれば補修、優先順位をつけて補修をすればいいんですけども、その時に食品に影響があるという部分を、考えてください。例えば壁の剥がれ、それからカビが繁殖している、亀裂が入っている、いろんな不具合が調理場にはあると思いますけれども、これが食品に悪影響を与える箇所であるかです。例えばそれが食品に影響を与えないんであれば、しばらく放置していても問題はないですけれども、食品に影響を与えるんであれば対処する必要が出てきます。例えば例としては、塗装が剥がれていますという状況に対して管理方法を検討をします。もちろん塗装を塗り替えれば一番早い、手っ取り早いわけですけれども、そうした場合に例えば営業を止めないといけないとか、いろんなことが起こります。その時に塗装が剥がれそうなところをあらかじめこすって取り除いておけば食品に入る可能性は低くなります。そして破片が落下するような場所で作業をしないとか、食品を取り扱わない、できるスペースがあるんであればそういうのも方法の一つとしては、採用できます。運用面でカバーできるということは、検討し、皆さんで全員で徹底していけば、コストハード頼らなくてもソフトでできるところも増えていきます。では次、Q3、クエスチョン3番、絶対に床はドライにしないといけないのか。回答としては、作業前、作業時、作業中、作業後、さまざまなタイミング、それから時間帯によって、状況が変わります。ですから、その時その時の状況で実現可能な状況になるように考えてもらったらいいです。そもそもドライ化の目的は微生物の増殖を防ぐということにあります。作業中にドライにする、これは食品工場であれ、店舗であれ、ドライにすることは無理ですから、食品に跳ね水がかからない、影響を与えないというような作業場所、作業食材の保管場所、方法を工夫すればいいということです。床に近い場所やシンクの周辺に食材を置かないとか、覆いを必ずするとか、そういうことで防げます。また、作業終了時、店舗によっては水たまりができてしまう構造のところもあるかと思いますけれども、掃除をして水切りをやって、次の日までに、次の日の朝までに乾燥を促すようなことも効果的です。ドライバーは水を使わないということではなくて、無駄な皮膚必要に水を垂れ流しせずに、作業終了時の洗浄をして、清掃して、乾燥を促すということが大事になります。セッション4、ゾーニングはどうすればよいですか。ゾーニングって言葉自体が馴染みがないかもしれないですけども、工場では汚染区域、純清潔区域、清潔区域というふうに、汚染度合いによって区域を、エリアを決めて、作業しています。飲食店においてはそういうことは、難しいです。実質的には機能しません。特に接客伴う業態になりますと、中央も狭くて、置けている
空気を分けるようなことはできませんので、ゾーニングというものは実際にも必要ありません。大事なことは食材へ影響を与えないようにどうするかということですから、食中毒を原則、持ち込まない、つけない、増やさない、死滅させる、または除去する、この4つをソフトで対応すれば、問題は起きないということになります。レッスン5、食店向けの手引き書がありますけれども、ハセプ構築するために手引き書に沿った衛生管理の取り組みをすればそれでいいんですか。回答としては、無理にそのまま導入をしてルール化する必要はありません。手引き書を書かれているものをそのまま従ってしまうのは非常に危険なことになります。というのも、調理場の中に無理やり押し込もうとするとそれが負荷になって、むしろ、被害の要因を作ってしまうかもしれません。この理由、テレビ局が考えるための道具と考えてください。そこに書かれているものが、正解ではありません。ですから、まずはそれを読んで、自分のところに合うものであるか、合う内容項目であるかを考えてください。で、よく読んでもらうと、自分のところに合わないなっていう内容がいっぱいたくさんその中に入っているはずです。それに言う内容であっても、無理に作るってことではなくて、その内容項目が必要か、必要であればクックしてやればいいですし、必要なければ削除したって構わないです。大会で工夫する、それからもういらないと思ったらそこは削除する。それも方法の一つです。ポイントです。まず現場に即した内容になっているかというのを見てください。ここは合っている、ここの部分は合っていない、いろいろ検討して、合ってないところは自分たちでまず考えて、合ったものに、工夫して変えていってください。で、方法はたくさんあります。目的を達すれば方法はたくさん、どんな方法でも構わないので、大会を考えたり、くようと思えるのは削除して構いません。ただし、事故に直接つながってしまうような事柄、必要なのに必要ではないと思って削除することはできません。で、クエスチョン6、一般衛生管理をベースにして、重要な管理ポイントに対して、ハセプの考え方を取り入れていく。そういった衛生管理を行うと言われますけど、抽象的に漠然としていることはどういうことですかと。質問に対して回答、一言で言うと、ハセプというのは大きな事故につながる状況をなくすことです。ですから、大きな事故につながるような管理が重要なポイントをはっきりさせて、そこを中心に方法、ルールを作って、そして守るというのが、最も飲食店においては現実的で実現が可能な手法であると考えています。特に飲食店は時間、それから人員的、いろんな制約を受けます。ですから、細かい管理をたくさんたくさん作っても、実際に維持することは不可能ですから、大事故を起こさない、発生させないように、重点的に管理するところを特化して、方法を作ってみんなで守るというのが、飲食店ではあると思います。よくこういう三角形の図を見たことがあると思いますけども、まあ、一番下の、台形のところに一般衛生管理というものがあって、その上にハセプというものが積み上げられているような感じでやりなさいと言われています。ですけど、飲食店では一般衛生管理の細かいのを知ってやるということができません。ですから、
下の図の方に緑の部分、まずは重要なポイント、三角のところをはっきりさせて、それに紐づく一般衛生管理のところを中心に、まずは取り組んでいく。というふうになれば、大事なところだけは抑えられると思います。重要な管理ポイントとは何ですかになりますけども、お客様が最も苦しむのは健康被害、食中毒になってしまうということですけども、食中毒にもいろんな種類があります。原因によって変わります。食中毒の、主なものは微生物による食中毒があります。それからヒスタミンによるアレルギー用食中毒というのがあります。また、油の酸化によって、引き起こす食中毒もあります。あと、自然毒、キノコや、貝毒によって起こりうるものがあります。他にもあるんですけども、こういったものを中毒度をもとに自分たちが取り組むべき事項を決めて、自分たちがこれはやらないと抑えないといけないなっていうものを決めて、抑えるために重要な管理ポイントは何かということを考えて、そこに基づく一般衛生管理を実施するということになります。まずクエスチョン7、パセップで食中毒は防げるのか。回答としては防げます。パセップはそのために作り出された道具、ツールですから、前の質問にもあったように、大きな事故をなくすということになります。ですから先ほども言いましたように、重点のポイントを明確にして、ルールを作って、このルールを従事者、みんなで守るということで、食中毒の予防はできます。次に8番、ハセップで異物混入は防げますか？完全に防げますとは言えないですが、軽減はできます。ハセップでは危害の要因の定義っていうのがありまして、食品、健康への悪影響を引き起こすものを危害と言っています。ですから、異物って言われると、硬質異物、硬いもの、金属片、ガラス片っていうような硬いものをイメージしますけれども、食中毒の予防に、習った4原則の考え方で用いれば、軟質の異物、毛髪、力ビニール片とか、紐類とか虫とか、そういう柔らかいものも軽減はできます。食中毒予防に習った4原則、この4つの中の持ち込まない、つけない、から除去する、この3つの点を組み合わせれば、異物混入を軽減することができます。例えば、毛髪、工場のように頭巾をかぶって、目立ってネットをかぶってっていうようなことをお店ではできませんけれども、対処としては、まず1番で持ち込まない。髪の毛にクッションを入れて、粘着ローラーをかける、そういった取り組みで持ち込まない、そして身だしなみを整えて、食品に落下させたり、落ちないようにする、つけないようにします。食品に入っていないか、これは、中の方に入ってたら分かりませんけども、注意確認で、表面に毛髪がついていたら、それを見つけたら除去することができます。そしてビニール片、紐類。これも毛髪のと同様の考え方です。まず持ち込まない。これは調理作業場に必要のないものを極力持ち込まないようにします。で、仮に持ち込む必要があった場合、原料とか紙に余裕があります。ビニール片も食材の、ビニールの中に入っていますから、ビニール片も出ます。そういうのはしょうがないとしても、
必要ないものは持ち込まない、持ち込み必要があったものは食材を購入しない場所に求めて整頓する、そして2番つけない、食材を破るときに、手でバサッと破って、ビニール片が発生しないようにきれいにカットして切れ端を捨てるようなルールを作れば、ビニール片がまず発生することはないので、食品に混入することを軽減することができます。毛髪と同じように入っているのを見つけたら除去する。次、虫はなかなか動きますから、動いているものを完全に除去することはなかなか難しいわけですけども、こちらも食中毒予防に習った4原則の考え方を用います。1番、持ち込まない。これは外部からの侵入ですね。侵入を予防するのに、調理作業場に通ずる扉を極力開放しない。もちろん暑いと思いますけれども、開放せずに、あるいは網戸を設置して、虫を入れさせないようにします。そして2番、つけない。これは、虫とかに、虫が器具につく可能性もあります。ですから、器具は洗浄したものを使いますし、食材には応用して入らないように、予防を受けます。そして、やっつける。これは内部発生があります。ブレストラップ、排水口、そういう水回りのところには虫が発生しやすくなります。ですから、排水口、ブレストラップの清掃、それからエアコンの清掃、そういうものを定期的に行って、虫が発生する種をつくというような対策で軽減することはできます。クエスチョン10番、調理加熱時の温度管理はどのようにすればよいですか？回答としては、食材によって見た目で判断できる指標を決めるということが一番現実的ではないかと思います。なぜなら、理由としては75度1分以上の中心温度の基準、それから心温測定を行う、というふうに手引き書等には書いてありますけれども、測定の調理現場で心温測定するという時間的な余裕、それから人的な余裕というのがありません。で、あらかじめ仕込んで冷蔵や温蔵で保管している食品、そういうのは実施できるお店もあるかもしれないですけども、ランチタイム等にオーダーをもらって提供する場合、温度測定を行っているような時間的、人的余裕がないので、目視でこの状態なら大丈夫というものを設定するしか判断する。できる指標を作るしか方法がありません。加熱温度と時間の関係ですけれども、日本は中心温度は75度1分以上の加熱を行うと言われています。行うこと言われていますけれども、アメリカの方 FDA では鶏肉、牛肉に区分して対象の細菌を示すできる加熱条件を提示されています。この表の左側が牛肉、右側が鶏肉になりますけど、主な微生物としてはサルモネラ菌から病原性大腸菌で、鶏肉に関してはカンピロバクターという食中毒菌があります。で、牛肉限っては調理温度は 68.3°15秒、で鶏肉においては 73.9°15秒という条件が出されています。かたやエアラインケータリング、飛行機の流れ食べるケータリングですけれども、こちらもガイドラインに示すできる温度基準というのが出されています。鶏肉は74度、牛豚、
という肉の塊が65度。でミンチを使った一気肉、それから再生系に、調理された肉が74度。で魚介類、甲殻類が65度。また魚介類、甲殻類をすり身にしたやつですね。一気肉と同じようにすり身にしたものが70度という基準が出されています。基準が日本によって海外、アメリカによって、若干違いがあるんですけれども、日本のルールの場合はゼロトレランス、つまり全て問題ないようにしたいというところに意識があります。アメリカの、海外の場合は、最小発症件数といいまして、10万食の提供あたりに食中毒発生件数を何件以内収めようといった公衆衛生の観点からルールが作られています。多少のことは仕方がないみたいな感じが受けますけれども、国によって、目的の違いが、深さが違うので、日本と比べるとより少しマイルドになってはいます。次に、加熱の目安ですけど、目視で判断するにあたって、まず牛肉、豚肉の塊肉については、肉の表面に、微生物細菌が生息していて、肉の内部には浸透していない。ですから、筋肉の中にも菌はいませんので、カット表面を十分に加熱すれば、食中毒菌を死滅できます。アメリカの基準を使えば、重視温度 68.35 度、下は65度。そして、ひき肉とか成形肉、サイコロステーキに見立てた成形肉に関しては、いったらひき肉にして菌が中まで入ってしまうので、表面だけの加熱では不十分です。ですので、中心までの十分な加熱が必要で、74度。でこれらに関して東京都福祉保健局の方から、ホームページ上に、回答があります、牛ステーキをレアで食べても大丈夫ですか。回答としては食中毒菌は表面に付着しているので表面と側面を焼けば牛ステーキレアで食べても問題ありませんと言われています。同じように、冷凍ミンチカツは加熱調理するときの注意点もあります。こちらはひき肉から作られます。ですから中心の温度は大事なんですけれども、調理にあたっては表面の揚げ色や焼き色で火の通り具合を判断せずに中心部の肉の色で確認しましょうとなっています。次に、牛肉、豚肉と違って鶏肉だけちょっと特殊ですけども汚染されている細菌の種類が違います。カンピロバクターという、酸素がちょっと薄いところ、空気が薄いところでがこの薄いところを好む菌がいます。そういう菌は鶏肉の、内部、それから鶏肉と皮の間とかですね、空気の少ないところに隠れていますので、中心部での十分な加熱が必要になります。加熱中心温度74度15秒、または74度、アメリカの基準を持ってくると、こういう条件になります。鶏肉についても、加熱の目安というのが、東京都福祉保健局の方にクエスチョン、アンサーが出ています。クエスチョン26、カンピロバクターがいない料理のための加熱の目安を教えてください。肉の中心部の色が、桃色から白く変わるまで加熱
すればカンピロバクターはほぼ死滅するという調理実験の結果が得られています。ですから肉の色の変化を食べ頃の目安としてください。そして何度まで加熱すれば安全ですか？カンピロバクターは6種類ほど数分程度の加熱でほぼ死滅しますが、調理時に肉の温度や加熱時間を測ることは難しいと思いますので、肉の中心の色の変化、肉の色から種類が変わるというところを加熱状態の判断の目安としてください。というふうな、アンサー、答えが出ています。ちなみに、マクドナルド、牛肉パテは69度38秒以内ということで運用がされております。こういったいろんな背景を、紐解いていくと、先ほどのステーキの Q&A からも分かるように、ステーキのレアとか表面に菌がいない、だから問題となる菌がいなければ表面を炙るだけで OK となっています。こういうふうに根拠をしっかり明らかにしていれば、保健所とか行政との交渉も可能ですし、で反発を受けずに理解を得られるかなというふうに考えます。次に、じゃあ具体的に目安ってどんなんですかということですけど、調理器具、設定温度が出る器具があれば、その温度を、機械の設定条件として、ね、決めておくことに有効ではありますけれども、そんな機会はないと。飲食店は特にそんなこと、そういう機会を設置してないところが多いですから、もっとアナログ的にできないかって考えました。例なので、これが全てではないですけども、揚げ物の場合どうするか、まず揚げ油の温度を確認するということが出てきますから、少量の衣種やバッターを入れて、菜箸でポンと入れて、そのフライヤーの底まで沈まずに中間ぐらいでパッと見てきたぐらいの温度はちょうどいいと言われています。その揚げ油の時の温度を測って、バックデータとして持ちます。次に食材を投入します。最初大きな音でバチバチバチって出ますけれども、だんだん音が小さくなって食材が浮いてきます。そこが加熱完了の目安として、皆さんも調理されているかと思いますけど、衣の色、それからカットした時の肉の色、白くなっていることを目安として目視の判断にします。そしてその心音を、その時の心音を測ってバックデータとして持っておきます。次に焼き物、魚の焼き物もありますけど、ハンバーグなどの肉類ですね、ミンチ肉、ひき肉から作った肉類、一番、微生物の汚染を受けていますから、もちろん中心まで温度が入らないといけないんですけれども、これも火加減や焼き加減を目安として決めておきます。表面を焼いて、で実際はその後蓋をして蒸らして、中心部まで火が入るように調理されているかと思います。その焼き上がりの完了を肉汁が白く濁った時ぐらいが完了のポイントであると、いう時にその芯を測定してバックデータとして持ちます。ただし、こういう商品の場合、食材の場合は、熟練者と新人さんで、やっぱり、感度が作業方法が変わってきます。ですから人によって作業が変わらない、調理方法が大きく変わらないように、熟練者の方が、非熟練者の方、新人さんを教育して現場で指導していく、同じように作れるように育てていくということが重要だと思っています。で続いて、
ベスト11。先ほどの加熱のところとちょっと関係しますけれども、食品の中心温度測定は必要ですか？ハセルという概念、仕組み、システムにおいては必要ですけれども、飲食店では、ね、調理の際に中心温度を測るということは、調理作業上、非現実的です。毎回毎回測ってられない。ですから、外界の根拠を持つことが重要になります。ウェストン10で質問でお答えしました調理時の目安ですね、出来栄えに対して試験的に中心温度を測定して出来栄えが狙った機能を示すできる条件であるフィードバックデータを持っておくことで見た目での判断に根拠をつけることができます。そして日常の調理では見た目での判断で OK というような作業の実態になるかと思います。次、クエスト10に加熱したものは冷蔵しないといけませんか？加熱後、直ちにお客様へ提供する場合、まあ、すぐ食べるときです。ものについては冷蔵する必要はありません。ですが、仕込み時に加熱調理をして、提供までは冷たいまま、提供時には冷たいものを提供する。それから再度加熱調理して提供する。まあ、いろんなパターンがありますけれども、加熱後に冷却、冷蔵保管必要です。一旦加熱して冷却して冷たいまま提供するもの、加熱して冷却して再加熱して提供するもの、いずれも加熱後の冷却は必要になります。ただし、60度以上に保持しておくこと、もう冷蔵ではないですけど、60度以上であれば、微生物が増えることはありませんので、で増えない温度帯に行けば大丈夫です。理由は、加熱調理しても耐熱性菌が生き残っています。加熱の温度で死なないわけですから、常温で置かれていると、その菌が増えて、食中毒を発生するまでの菌数に達する、あるいは毒素を産生するような状態になってしまうから、やはりその常温に置かずに、冷蔵するものは冷蔵、温蔵は温蔵というような感じで、生物の増殖を抑えてください。クエスチョン13。再加熱したら大丈夫ですか？再加熱で大丈夫ではありません。先ほども回答した通り、加熱調理した後、耐熱性菌というものが生き残っています。常温保管で、一旦増えた耐熱性菌、常温して保管していると増殖して菌が増えていきます。そして再加熱してもしたとしても耐熱性菌ですから死滅することがありません。そして増えた段階で産生された毒素、その毒素も加熱しても失活しません。ですからそういう観点から考えると食中毒予防の、考え方、運転するの考え方を増やさないと使って、耐熱性菌が増えない温度帯、10度以下か60度以上、そういう温度帯で保管をして耐熱性菌を出さないという温度管理が必要です。レッスン14、生野菜を提供するには殺菌が必要ですか？生野菜の、生食用の野菜ですね。カットして出す千切りとかそういうのもありますけども、殺菌する方が望ましいと考えています。飲食店で殺菌するのはなかなか大変かもしれないですけど、菜の中には病原性大腸菌であったり、先ほど言いました耐熱性菌のセレウス菌という食中毒菌が土壌から付着している可能性があります。
まあ、東京都の調査の結果ではね、水洗いだけでいいと書いてありますけれども、その細菌の水洗いだけでは、細菌、一般性菌数、総数ですね、汚染、死亡菌をなかなか減らすことはできないので、殺菌することで食中毒菌も一般汚染菌、細菌、雑菌も減らして食菌の活動を減らす。そして温度保管、冷蔵保管によって、細菌の増殖スピードを遅らせるということで、食中毒発生の至らないように持っていくことが重要で、また保管する期間、時間を延ばすことができると思います。プレストン15、親子丼にカツ丼など半熟卵の商品、加熱はどうすればいいか。よくサルモネラが、卵にはいます。ありますが、汚染のサルモネラ食中毒に原因するのが卵と言われたりします。で、70度1分以上の加熱が必要と言われていますけれども、賞味期限を経過していない生食用の正常の卵を使ってカツラにした後、卵を割った後に速やかに調理摂取されるという場合には70度1分以上の加熱は必要ではありません。でその理由としては、養鶏場、卵を産む養鶏場ですね、鶏を飼っているところでは、ひな鶏に対しても、親鶏に対しても、日齢って言ってもらう、その育つに従って、ワクチンを打ちます。サルモネラ菌のワクチン接種をしています。それによって、サルモネラ菌の保菌率も減っていくと同時に、GP センターといってですね、卵の選別する業者があります。そこでは、水と湯で卵を洗って、で、次第に粗酸ナトリウムで消毒を行っています。まあ、そういうことを やることで、サルモネラ菌の汚染率が極めて低い状況になります。さらに、冷蔵保管することで、仮にサルモネラ菌がいたとしても増殖を抑えますから、食中毒の発生頻度は極めて低くなります。ちなみに、卵、黄身と白身の凝固し始める時間が、黄身は65度で始まって70度以上で完全に固まります。白身は60度ぐらいから始まって、80度で完全に固まります。そういう凝固の性質を持っていて、サルモネラ菌の加熱による死滅の条件、日本では70度1分、アメリカでは 73.9 度、15度、先ほどのエアラインのケータリングでは74度以上という条件がありますけれども、実際サルモネラ菌が卵を中にいるその保菌率については10万個に3個というデータが出ています。で汚染率としては 0.0029% ですけれども、逆に言うとほぼ 100% に近い、安全な卵であるとデータがあります。日本の卵、自害するものではなくて GP センターで処理されたその卵、スーパーで売ってるものは海外よりもサルモネラの検出が非常に低いです。ですけど、だからといって、カツラしたままずっと保管をするというのは避けてください。でサルモネラ菌が存在していたとしても、冷蔵をしていればいいので、増殖させないように冷蔵で保管をしてください。そして、期限内に、カツラの後調理して喫食する、提供する。守れば70度1分というのを守らなくても、半熟卵の商品が提供できます。レストン16番、
値上げ油の交換は必要か、いや頻度はどうするんですか。回答、揚げ油の交換は必要です。なぜかというと、油の酸化によって食中毒というものがあります。近年はもう激減していますけれども、油が酸化すると有毒な物質が出てきます。その有害物質によって、食中毒症状を起こすわけです。ですから、酸化を促進させない範囲で交換頻度を決めるということが必要にはなってきます。油の劣化の要因はファクターとしてはたくさんありますけれども、使っている食材の種類、それから量、揚げ油の種類、サラダ油、菜種、大豆、いろいろありますけれども、油の種類によって劣化速度が違いますから、種類が影響します。それ加熱温度、実際の油を揚げる温度が160度、天ぷらのように160度するのかぐらいか、180度以上なのかもって劣化度合いに変わってきます。その油の保存状態、どう揚げられます。で、青魚と肉みたいに脂肪分が溶け出したりするもの、それから調味料を味付けして揚げる場合は油の劣化を招きやすくなっています。揚げ油に対する注意点ですけども、まず日差しの強いところから温度が高いそういう場所には置かない。酸化しますから、温度によって酸化していきます。あまり高温な状態で使用しない。で、気温は180度前後ぐらいかなと思っています。揚げ油の劣化の指標、これは油の色、の見た目です。色、匂い、泡立ち、油切れ、塩回数というものがありますけど、反応的に皆さんが一番分かりやすいのは泡立ちかなと思います。洗剤にも泡立ちが立ってきます。そういうふうに感覚的な、感応的な交換基準もいいんですけども、今は、油の試験紙がね、酸化を測る試験紙があります。そういうものを使って、交換タイミングを決めるという一つの科学的根拠を持った、ルールです。で4番、塩油を新鮮な油に残さない。一回使ったもので、もったいないからといって、新しい油に戻すということをしない。あと、古い油に新しい油を継ぎ足すという場合、古い油の酸化を測定して、酸化値が高い、酸化が高い場合は廃棄する、新しいものに交換をするということが大事です。で、開封後、油を酸化していきますから、早めに使い切る、あるいは使い切れるような量で仕入れる。大事かなと思います。レッスン17、冷蔵庫、冷凍庫の温度管理はどのようにすればいいか。冷蔵は10度以下の設定、冷凍はマイナス10度以下の設定が望ましいです。設定温度としてはこのあたりが望ましいです。でリステリア菌のように、低温でね、増殖するっていう菌もあるんですけれども、飲食店ではいろんな温度、複数の温度を、設定できる冷蔵庫をたくさん持つってことはできませんので、10度以下に設定して細菌の増殖を遅れさせる。そして食材の使用サイクルを高める。まあ、大量の仕入れで置いとかないようにサイクルを上げて食材がたまらないようにしていきます。ただし生食用のものというのは当日内に使用になります。まあ、これ原則です。次の日まで置いておくことはないと思いますけれども、非常に大事です。そして、給食まで飲食中でも発生させる、菌中に増殖させないように食材を使っていけば、食中毒が予防できます。次に温度の確認頻度、
なんかあの、テレビ記事を見ると、1日2回とか、朝昼晩とか、そういうふうに記載されているかと、資料が多いと思いますけれども、ここに科学的根拠は全くないので、まず根拠を持つことが一番かなと考えています。で、1日の温度利益をデータロガーで、検証データを取れるんですけども、温度、データロガーを入れて1日の連続モニタリングの温度データを拾っていきます。その温度によって、まあ、どの時間帯が、ね、一番温度が高いかとか、仕事の時間がどこにあるかとか、ことが発見できますし、粉用のばらつきっていうところも、分かります。で、冷蔵庫の奥がいいのか、冷えてるのか、手前が冷えてるのか分かりませんけど、そういうことも発見することができますし、あるいは温度が全然下がらない、バッキーの調子が悪いのか、冷気が悪いのか分からないんですけども、そういうことも発見することができます。そして、温度履歴を取って、その履歴に応じて、データに応じて、点検する頻度、タイミングを決定していけば、根拠を持った頻度、回数が、設定できるかと思います。クエスチョン18、食材の開封日は必要なのか。開封日。開封日がというのは必要です。なぜなら、まあ、理由ですけど、開封した原料、食材を1日1回でどんと全部使うことはないと思います。ですけど、メーカーが決めた消費期限というのが記載されているから、その期限日でいいんじゃないかと思われがちですけど、実際は2回分の状態の設定を書いていますので、開封した段階で水分値が上がったり、空気が入ったり、まあ、状態が変わってしまいます。で、その状態で置いておくと、実際の期限も持たないケースが多いですから、開封後、何日まで使用期限っていうのを決めて、食品質の劣化した食材を使わないように、していくというのが大事になります。クエスチョン19、冷蔵庫内の食材保管方法は何かルールがありますか？ルールは必要ですか？回答、ルールは必要です。なぜかというと、飲食店の場合、店舗の場合は冷蔵庫の数に限りがあります。理想としては原材料、半製品、調理済み食品というのを区別して保管したいですけれども、一つの冷蔵庫内に混在することの方が、まあ、現実多いかと思います。その場合に食材ごとの放射汚染であったり、DUV とかを介して、細菌を汚染したり、異物が付着したりということを防止することが大事です。ですから、冷蔵庫内の、例えば右下に何を置くとか、左上に何を置くとかいうのを、ある程度の範囲内の場所を決めて、決めたり、生肉からドリップを調理済み食品に汚染させないように覆いをしたり、蓋付き容器に入れたり、そういう風で、冷蔵庫内を汚染を防ぐという観点ではルールが必要です。レッスン20、交差汚染、二次汚染とは何ですか？よく聞かれますけれども、解凍した原材料の付着している細菌が調理済み食品などに汚染したり、あるいは器具や、テーブルについている細菌が食材を汚染するということを言います。解説としては、調理されていない原料に多くの菌、細菌がついています。いっぱいたくさんたくさん菌が、いろんな雑菌がついています。原材料についている雑菌、それから手指や、器具、環境の細菌が調理済みの食品を汚染しない
この寒さにしないように、することが大事になってきます。その後、施策としては個人の衛生やったり、食品の取り扱いやったり、企業の洗浄とか使用、まあ、絶対やらないといけないということを衛生管理明確にして、これだけをやるということが必要になります。で、簡単に言うと、そのまま食べるものに細菌とか食洗剤、薬剤から異物、そういうものがつくと、それが国産汚染、水汚染ということになりますから、それを防止するというのがクエスト21番になります。防止するとはどういうことか。最近洗剤、薬剤、異物をつけないということが目的ですけれども、どうやって汚染するかという例としては、まあ、手指あるいは手袋で原材料を触って、そのまま調理の職員に直接触る。それから汚染を受けたって、トイレ行ったと手を洗わずに菌がついていた手で冷蔵庫の取っ手を触ったし、また他の人がその取っ手を触って、自然が広がって、調理の職員に触って汚染していく。それから原材料を処理するのに使った器具、まあ、包丁、まな板をそのまま調理済み食品に使ってしまう。器具を返し倒せるんですね。で、器具などを洗っていて、シンクとか洗って、洗っていて、周囲に置いてある調理済み食品に洗剤、薬剤がかかってしまう。これも二次汚染を操作になります。対策の例としては、原材料を触った時で調理済み食品に触れないように、触れてしまわないように、食品を扱う場合は洗浄された器具、スプーンやストーンとかっていうので、やるということを決める、ルールを決める。汚染を受けた手で冷蔵庫を取って触ったとしても、他の人がその取っ手で返して汚染を受けました。ですけど、器具を使って食材に触れるって決めておけば、これも回避はできます。そして次、原材料を処理するのに使った器具で調理済み食品に使わないように、これはもう調理済み食品用の器具を、専用に決めてしまえばできます。で、また器具などの洗い場やシンクの近くに食材を置かないように調理済み食品の保管場所を決める。最後に器具の洗浄、殺菌、乾燥方法を決めて、重要以下のばらつきをなくしていく。こういうふうにルール、ソフト面のルールを決めて守るということで、二次汚染防止を防止することができます。クエスト22、アレルギーの防止汚染を防げるのか。飲食店、調理場では防げません。なぜなら、店舗の場合、飲食店の場合は、アレルゲン物質、日本で言うアレルゲン物質が28ありますけれども、28品目が、調理場に混在します。で、一旦他の食材にアレルゲン物質がついてしまえば、除去をすることはできませんから、キグルの洗浄をしたとしても、慌ただしい調理の中で、完全に除去できる洗浄方法を確立していくということは難しいです。極めて困難になります。ですから、飲食店で、アレルギーの交差汚染を完全に防止することは現実的に不可能、まあ、非現実的です。ですから、交差汚染を防げないと思って考えて諦めてください。ただし、お客様への情報開示というのが重要です。自分たちが取り扱っているアレルゲン物質、どういうアレルゲンがあるかということは、チラシとかポスター、あるいはメニュー、いろんなもので掲示して見える化することができます。お客さんに公開することもできますから、注意を促してアレルギー発症の事故を未然に予防するというような対策は取れます。
ハセフの考え方を取り入れた衛生管理のための事務所、小規模な一般飲食店事業者向け、中にも同じようなことが簡単には書かれています。そして、一番困るケースは、アレルゲンの疾患を持つお客様から特定のアレルゲンを提供しないようにオーダーを受けたら、例えば卵を抜いてほしいんですとか、オーダーを受けた場合、原材料として使用していない、このメニューには原料としては入っていませんということが説明できます、答えることはできます。ですけど、それはあくまで原料のお話であって、調理場で起こる二次汚染、他の食材から汚染を受けてないかっていうことの保証をすることはできないということは伝えている、明確に伝えることが必要です。特にアレルギー疾患を持つ患者さんの場合、ごく微量でも発症しますし、発症した時の対象によっても、重篤であったり軽かったりいろんなファクターがあって症状が出ます。ですから微量であっても非常に強烈な反応が出る、重篤な反応が出るというお客様に対しては最初からお断りしていただきたいと考えています。ここが一番難しいんですけど、同じようにアレルゲンに対して、海外の、外国人の方から、聞かれた場合、ここは回答としてはすごく難しいです。私も分かります。はっきり言うと分かっていません。例えば、海外のいろんな国によって、アレルギーの物質っていうのが全て違います。日本は28ありますけども、隣の韓国行けば11とかですし、物質も変わってきます。しかも、飲食店になりますと言葉がわからない、相手の国の状況もアレルギー物質もわからないという中で、どう答えていいのか、無限に扱わずに、心よく受けてくれるような応対をどうしたらできるか、その方法、工夫が私の中にありませんので、むしろ皆さんがそういう場面に直面した経験を集めて、一つの、なんていうの、そのルールブックみたいなものができれば、一番リアルな声を発で作られた、対策になるのかなとは思っています。ですが逆に教えてほしいなというのが、この質問の。場合もできます。今後増えるかと思います。クエスチョン23、ソースやタレは継ぎ足して使用したらダメなのか。回答としては、ソースタレっていうのは特性、物性があります。でそのタレを使用するタイミング、あるいは用途によっては使用が不可になると考えています。丸一番、水分活性というのが 0.94 以下、これは pH が低い 0.6 以下の場合は、細菌の増殖を抑えることができます。抑え込む、死なない、抑え込んでいるだけ、増えないというだけです。菌は抑え込むことができるので、継ぎ足して使用しても増えないという観点でいくと、継ぎ足しは可能かなと思っています。ただし官能検査、それから保存試験など科学的な根拠を持って、危険設定をすることは大事かと思います。いつまでにとか何回回数とか日付に期間を決めて、交換変更換するとか、容器の洗浄も必要になります。逆に2番、物性で細菌の増殖を抑えられない場合、継ぎ足しをする行為は細菌が増殖し、
食事を発する要因を決めています。菌が増殖をします。たとえ加熱再加熱しても耐熱性菌を決めていて、ハンドリングが悪いと非耐熱性菌を巻き込んでしまいます。こういう状態、状況から何が言えるかというと、タレをつけて焼いて提供する、まあ、タレをつけて焼いて、これはタレに存在する細菌を死滅させることができますから、食中毒発生を軽減はできます。タレをつけて焼いて、またタレをつけて提供するんです。同じタレを使いますから、焼く前の、鶏肉なら鶏肉を入れて汚染をさせたタレに焼いて、菌を殺して、また菌がいるタレにつけるというようなことが発生しますので、食中毒を発生させる可能性が秘めています。ですから、保存試験をやって問題ないと言っても、なかなかそういうオペレーションの時は現実的には安全性を確保するのは難しいかなと思っています。で、特に、秘伝のタレ、まあ、ずっと何十年もこのタレ使っていますっていうところがあるかと思いますけども、そこで食中毒事故が、まあ、なぜ起こってないか、科学的には分かりませんけど、おそらく汚染を受けないようなオペレーションを持ってるんじゃないかなと考えたわけではなくて、自然にそういうオペレーションになってるんではないかというような感じがします。で、そういう場面であったら、ちょっと話を聞いたり見てみたりして、今後の自分の回答できるような何か知識を持ってたらなと思います。クエスト24、手洗いが重要なの理解はできる、確かに手洗いは重要です。一時手洗いって言われるぐらいですけども、でそんなに頻繁に手洗うのは不可能です。手引き書にたくさん手洗いするタイミング書いてありますけれども、そんなに頻度を上げてできますかと。お金のやり取りした後に手洗いができますかみたいなことがありました。確かに手洗いは 大切ですけれども、手洗いを行う目的をまず考えてください。お客様に提供する食品に細菌を汚染させない。特に汚染させなければいいわけですから、汚染が起こる、発生するポイントとはどういうところかと、その交差汚染のことを考えます。一番、まあ、戸外から朝出勤してきて外から入ってきた場合、それからトイレの後、細菌がついているかもしれません。モルウイルスがついているかもしれません。その時には手を洗ってください。まずそこで菌を落とさないことには、その人がいろんなところを触って、菌がどん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 広がっていきます。ですから、手洗いが実質な必須なシチュエーションっていうのを絶対決めるということが大事になります。何でもかんでも手洗いではないです。そして、手洗いをしなくとも、直接食材に触れなければいいわけですから、手袋を使ったり、調理済みの器具、スプーン、ストーンなどを使うっていうルールを作るということです。次に、クエスト25、従業員の個人衛生記録は必要なのか。個人の衛生について、記録を残すってことは目的ではありませんから、必ずしも記録を残さなくてもいいです。大体の場合は記録を残す、記録取るっていうことに重要であると陥りがちです。いろんな店舗を行きますと、通常は、服装であったり毛髪でローラーをかけたかとか、あとテレビの傷がないかとか、そういう項目
に対して丸バツをつけているのをよく見かけますけれども、確かに食品を扱う従事者としての意識付けをするということに関しては正しいです。意識は持ってもらわないといけない、正しいんですけど、それとそれは教育でもできますし、意識付けっていうのは記憶がなくてもできます。何もしないで気にせずに丸しとけばいいでしょという的な記録であれば必要ないと考えています。むしろ従業員の体調をですね、熱がある、それから下痢をしているというように、その人が保菌しているヒモロウイルスなる大腸菌、病原性大腸菌が持っている、でその体調が悪いのに、従事して、中央筋周りに広げてしまうという方を管理する方が大事、重要です。ですから、意識づけ、啓蒙ができる、啓蒙でいいという内容と、ちゃんと申告をして、自己申告をして、今日は作業しないでねというような言葉を言える、そういう風土を、持つということをお勧めします。気具合は腫瘍と区別しないといけないのか、回答としては区別はしてください。調理場の中には加熱前の原材料、それ加熱調理した後の原食材、生食用の刺身とかの生食用の食材、あと最近も鮮度合いが異なるものはあります。特に加熱調理後の食材や生食用の食材は細菌が二次汚染、交差汚染しないように管理しないといけないわけです。そのまま喫食しますから、食べるものに汚染させない管理が必要になります。ですけど、昼食、夕食からの繁忙時間については注文に、ね、追われてしまって、例えば包丁やまな板を十分に占領する時間的か人的がないわけですから、やはり注文後に調理やカットして、提供する食品、バトンカツをカットするとか、そういう場合に関しては、器具は加熱用として区別する、食用として区別しておくべきだと考えます。クエスチョン27、器具の洗浄では殺菌剤を使用しないといけないのか。この殺菌剤、消毒剤を使ってください。これも食中毒予防を習った4原則の考え方に知ります。まず4番の殺菌剤で、器具を洗浄、殺菌して、菌を減少させます。殺菌を減少させる。そして、丸には器具の上に増やさないように水を切って乾燥させる。ステージ1番、使用時に食品に菌をつけないという結果になります。包丁やまな板とかは食材に使いますから、食材以外の細菌が付着しています。洗剤で洗うということである程度、細菌は除去できますけれども、まな板の傷の部分から包丁の刃と柄のつなぎ目、その隙間などに菌が入り込んで住処を作っています。ですから、殺菌剤、消毒剤に漬け込むとか、もちろん洗剤で洗ってからです。洗ってから漬け込むということで、隙間に入り込んだ菌を締め付けや検証させることができます。そして洗浄後は乾燥するように管理してください。キクルの洗浄記録は必要か。回答としては記録は必要ないです。いらないです。その理由は、理由としては、もちろん食品の安全を確保する上で、個人衛生であったり、体調管理、器具の洗浄というのは不可欠です。必要なんですけれども、
記録を残すという行為は行為で実現できるということではありません。記録残したら問題なしではないので、調理場で無洗浄の器具はどの場所に置かれていて、洗浄後の器具はどの場所にどういった状態で置かれているか保管するかというある程度ルールを決めておけば、調理場で実現されていれば記録を残さなくても衛生管理はすでに目標を達成している状態には持っていけると思います。クエスチョン29、布巾やタオルの殺菌方法を教えてください。布巾やタオル、まず洗剤洗い、それから熱湯消毒、または自家用酸などよりもつけ置き、乾燥で殺菌、乾燥するという方法をお勧めします。またこまめな消毒とか作業中につけ置きしておいて、そこから使用するときに使っていくということも有効ではあります。ただしダスターというのはどんどんボロボロになっていきますから、交換頻度を決めて、一括で変えるとか、そういうことも考えてください。で、四国大の先生は、大雨菌と食用食用雨菌の微生物汚染状況というのを調査しています。で、洗剤の、新た効果があるかという方法なんですけども、まず大雨菌の微生物、一般性菌種という汚染菌です。雑菌です。いろんな食中毒菌もいればいるかもしれないし、いないかもしれないですけど、雑菌の総数です。が、洗う前は17錠から14錠ぐらいいます。たくさん菌がついています。そして、これに対して A から J の10個の、10種類の方法で洗浄消毒をしてみました。結果、その菌数がどうなっていたか、雑菌の菌数ですけども、赤字の BCDEI というところ、熱湯と塩素系の、薬剤、消毒剤ですけども、それを使ったところだけが効果がありました。水洗いだけではダメです。アルコールでもダメです。消毒剤もダメです。熱湯と次亜塩酸、ナトリウム、あるいは塩素系の除菌剤が効果があるというような結果になっています。ですから、洗剤で洗って、熱湯消毒、あるいは次亜塩酸、ナトリウムのような塩素系の消毒剤をで消毒をして、乾燥をして、菌が増えないようにすることが大事です。で、菌を、干しているときに菌がどんどん繁殖していくので、乾燥することがやっぱ大事になりますから、塩素につけているから、もうゼロなんだ、大丈夫なんだではないと思ってください。あまり過大評価しないでください。クエスチョン30、バイキングを始めようとしています。ポイントは何ですか？バイキング会場で客様間での汚染の防止、微生物が汚染する可能性があります。お客さんがトングとか菜箸で取って、席まで運んできますので、そういう汚染の防止、それから保管中、テーブルに置いている保管中の温度の管理、および提供時間、そこに保管し置いてある時間帯で、その時間を決めるということです。理由は、調理場での衛生管理、食品の安全については、食中毒予防に習った4原則の考え方の管理する。これは一緒です。提供してすぐに食べる場合と同じですけれども、バイキングの場合は食べるまでの時間というのはお客様次第ですから、一定の時間を確
からその運転の時間にバイキングの会場で食品が放置されている状態になります。その時に細菌の性の増殖の危害が考えられます。ですからまず保管中の温度管理、10度以下、冷泉風で10度以下、温泉は60度以上で保管をして提供していくというのが大事になります。そして、売店会場で空気中に暴露されたりお客様がお皿取り分けますから細菌が汚染する確率が高くなります。ですから保存試験とかのデータ、根拠データをもとに1時間以内、あるいは2時間以内とか、食品の特徴を区分して、ね、グループ分けて提供時間を決めておく。2時間経ったら空になってなくても、新しい調理済みのものと帰るというようなオペレーションが必要になってきます。そしてその際、サインはお客様が使用するトンクも一緒に交換します。次に、クエスト31。テイクアウトを始めたけど、どのように管理すればいいか。同じく32番、デリバリーで注意することを教えてみます。テイクアウトをお店に買いに来て、そのままお客様を持っていくパターンもあれば、デリバリーで配送するパターンもあります。ですけども、デリバリーされる食品、それから2番、デリバリーの温度管理、から配送にかかる時間、送料から喫食までの時間、デリバリー後の健康管理、衛生管理、いろんなファクターがあります。細菌が汚染したり増殖していくストロークファクターがありますから、そこの考えうる事項の妥当かということを確認するのが重要となります。テイクアウトで配送中、温度管理がどうなっているかよくわからない状況があります。あったかいものと冷たいものが一緒に入っていたり、あと、何ですかね。保冷バッグであるのかないのか、いろんな条件が重なってきます。そして、デリバリーの業者、他社に委ねないといけないケース、業者を使わないといけないときと、自社でやるというケースがあります。どちらにしても、その人の体調であったり、衛生管理というのが、菌をつける、あるいは増殖するというタイミングにリスクを持っています。例えば、ピザ、それからフライドチキン、フライドポテト、いろんな食材が今、デリバリーされますけれども、もちろん商品そのものは加熱されてれば、問題ないんですけれども、デリバリー運んだ方が、例えば体調不良で下痢をして、大腸菌、病原大腸菌まみれの状態で袋を触りました。でその触ったゴリ袋をお客様が触って直接食材をつかんで食べる、そういうパターンとかシチュエーションが生まれます。その時に手から手を返してお客様の手にお伝えして、その保全した手で食べた時に中毒になる可能性を秘めています。ですからまずは今やろうとしているそのデリバリー食品の食材の妥当性を確認しないといけません。その温度帯で問題がないのかというのもありますけども、いろんなファクターがありますから、そのファクターを潰していかないといけないわけです。で厳密に言うと10度以下、60度以上というのがいいわけですけども、実際にはその温度帯を維持できない状況があります。ですから、一番配送中の最悪の状態ですね。一番温度が高くなるであろう状態。一番いい、菌にとって一番いい温度になる状態を実際に温度を把握します。そして、配送中の最も厳しい状況、この温度
が一番危ないなっていう温度を抽出していって、そこで何時間まで大丈夫か、何時間まで持つんだろうかっていうようなデータの試験を行ったり、科学的根拠に基づいて時間の設定をします。調理後から喫食までの全体の時間です。その時間内で配送にかかる時間とエリア、まあ、その実態を考慮して妥当であるのかという確認をしています。例えば5時間って決めて問題ない時間を5時間とした場合に、配送が4時間かかるところに行くのは怖いわけですから、そういう本当のどこまでの時間エリアというのが現実的に安全であるかっていうのが、はい、なってくるかもしれないです。ここがデリバリー業者の健康管理先ほど言いましたように、業者の方が食中毒菌がノロウイルスに、かかっている場合がありますから、その人たちの健康を管理すること、それから最低食品を扱う衛生管理知識ややることを知っていることですね。手を返し日常戦が起こるというようなことを教育されている、それを教育してあげるということが大事になります。6番、お客様に情報を提供する、2時間以内に食べてくださいと、なかなか時間で設定してお願いするのは難しいと思いますから、お早めにお召し上がりくださいというような表記になるかと思います。ですけど、そういうことを、ね、表示にしたりチラシを出したり、テイクアウトであれば声掛けをしたり、そういうことをすることによって注意を喚起することができますから、早く食べてもらってくださいっていうのを言えます。ウェストン33、次は店内の話、焼肉お好み焼き、まあ、こういうものがお客様が超加熱して食べるっていう時の注意は何ですかということです。回答、まあ、食安全に十分取り組んでいる業者、まあ、原料の仕入れ先ですね、仕入れ先を選定する、それからその仕入れ先と一緒にリスクを考えて一緒に取り組みを進めるっていうことしか今のところは思い当たりません。なぜかというと、食中毒を防止する上で一番菌を殺せる加熱という工程をですね、作業を、お客様に委ねないといけません。手引き書用の声かけをしたり、ね、メニューに書いたり注意喚起をしてということを書かれていますけれども、実際お客さんの判断に任せるしかないんです。お客さんのくさじ加減によって焼き方は変わりますから、火加減が十分な加熱ですか、中心まで火を通してねと言ったとしても、そういう表現を出したとしても、お客様の感覚によって損なわれてしまいます。ですから、いい原料、まあ、汚染率の低い肉類を納品してくれる仕入れ先を選定することとか、仕入れ先と一緒に飲食代リスクを共有して飲食代を仕入れるということに努めていけばいいかと思います。これが厚生労働省から出されているお客様に調理してもらうことに対する、案内注意喚起です。特に3番、中心まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。書いてありますけど、確かに注意喚起して案内はしたとしても、やっぱり他力本願になってしまいますから、相手に委ねてしまうと、問題が起こったときに、結局自分が
責任を負うことになりますから、これ自分たちでできる範囲のことを何か手が出せるところは何かを考えて手を出した方が、いいと考えています。34番、仕入れ品のゲレージに温度測定をしないといけないんですか。温度測定の必要はないと考えます。そこでできるならしてもいいですけど、私はないと考えています。仕入れ品の温度管理で重要になってくる食材は冷蔵品のみです。冷凍品と常温品はリスクがなく、リスク問題がありませんので、冷蔵品になります。特に生食用魚、貝類とか微生物やヒスタミンの増殖が考えられます。温度が高くなると菌が増えてヒスタミンが増えますから、温度の管理が大切ですけども、仮に仕入れ時の温度が問題なかったとき、仕入れ時問題なかったですよとしたとしても、仕入れ先の側での取り扱いや、その温度管理ですね、配送温度が高かったりすることが予測されます。受け入れる、仕入れるその時までの状態が分かりませんので、受け入れずで OK であっても、本当に OK か分からないんですね。ですから、仕入れ先とはやっぱり自分のところで連携して、お客様に安全な商品、食品を提供する、提供できるような取り組みを進めていくということが大事かと思います。35、仕入れ品の受け入れ記録を作成しないといけないか。これはわざわざ作成する必要はありません。先ほどの受け入れ時の金温記録、金温を測らないといけないかというのと大体似てますけれども、受け入れ時に記録を取るということよりも問題が どこにあるかなんですけれども、結局は適切な温度で管理されていたということが大事ですから、仕入れ先様、業者さんと一緒になって、食品をお客さん提供できるように進めていくということが大事かと思います。ですから、伝票とか納品書で十分ではないかと思います。以上になります。ありがとうございます。